この3人は対象となる400ファンとジャイアントキマラワン、ジャイアントキマラワン、ジャイアントキマラツー、そして340ファンとアルバラブッチャー、そしてチャオッコリング団の長コーナー215ファンと小川吉成、そして小川吉成、あっという間に小川吉成が使いました、ブッチャーが使いました、そして早くも荒れてきましたよ、ブッチャーの指令を受けてジャイアントキマラワンツーがそれぞれ井上本を捉えておりました、これがブッチャーであります、今ゴングが鳴りました、竹内さん、それにしましてもブッチャー軍団中攻撃を見せておりますが、いやいや異色タッグチームができましたね、まさに強い顔ぶれが揃いましたね、そうですね、さあハイキングでも井上森キマラツーに一攻撃、分厚い発色の背中に一攻撃であります、結構ユニークな戦いだと思います、このブッチャーの司令のところにワンツーが一斉に動き出しましたね、まさに呼吸がいいと言いますかね、まさにそのブッチャーに動きやすいやっぱりパートナーたちですね、ブッチャーがもう小川を流血させました、いやいやいや、まだ収集がつきません、リング上は前に井上とワンであります、キマラワンが使っております、さあおっとこれはキマラツーです、ドラゴンキックの場外にタウエが追いやりました、それが小川下ちゃん、小川ワンが、小川ワンの感覚がちょっとひどくなりました、ますね、マイティーの上が気遣っております、我々普段作るのは今時間違えるのも、この時間がワンツーワンで指令を出しております、そしてこちら高木さん、完全にブッチャーが戻ってますね、そうですね、勝ってるか、さあ勝ってますか、試合が行われません、流血の小川ワンが小川君が、いやめちゃくちゃやばいですよ、あの中ですよ、高木さん、今ブッチャーが下がっていやもう正確な情報ができるんですか、一番小兵の小川が捕まってしまいました、なんでさあ今度は怖い怖いと一番にブッチャーが出てきます、何笑ってるんですか、怖いの私の気持ちがない、迫力があるんですよ、迫力があるんですよ、何を言えばいいか分からない、だからワンが今すごい決めとなっております、さあこの辺りで試合を落ち着けたいんですが、あとブッチャーのコーナーはこっちじゃないですよね、中吉さん、全く違いますね、ブッチャーのコーナーにいます、そしてタウルを捕まえて反撃をさせません、タウルで早くも流血か、どうか、本当すごい血が、キマラワンがタウルを捕まえてブッチャーの地獄好き、リサちゃんは中吉さん、これは逃げられますね、捕まってしまいましたね、キマラ2を呼び入れます、キマラ2を呼び入れます、小川は今後頭一枚をかなりの出血で通りました、ちょっと戦線離脱か、ダブルのチョップを合わせる、ダブルのモリアンチョップが、キマラ2が行きます、キマラ2が行きます、もうここまで来たとこまで勝ちそうだっていうのをやめてくれなかったできたんですけども、ギブアップを戦っている時にちょっとこの大きい方が、あっと離してこの男、キマラ2ですね、お腹のペイントですね、月が1号ですね、星が2号なんですよね、今パチパチパンチをしました、この星のペイント、黄色いペイントがあります、これが2であります、その2とマイティの上、高橋さん、しかしマイティもこういう作戦のまま、この相手とは何回も戦ってきてますからね、この辺はこれマイティのうまさもあったんですね、バックを切りました、高橋さん、ここからどうします、ともかくまず倒したいですね、足を引っ掛けるか、あるいはどこから進めるか、足を狭いに引いてみてもいいんですけどね、ヒッププッシュで100にならないですね、キマラ2も、もうこれすごいです、顔面パンチいった、お腹、あの戦う小川の返し、ガクローンが決まろうというスローカー、小川の身の上ロープに振りました、そして何があるか、ダーブルのショルダースルーいきました、しかし投げた小川という上もね、これは大変ですよね、相当重かったみたいですね、そしてダブルのストッピング、リサさんは今何歳ですか、19歳です、19歳は女子プロレスラーになりたいと思って、何歳か一番必要なことかもしれませんね、そうですね、こんだけの巨体ですからね、何度も先ほどはこの巨体3人がかりでこの小川を決勝しました、さあ私の記録が待っているか、さあ放送を切った、すごい、なんだ、手ごたえなくを切りました、そしておおっとヘッドバット、指示を出してるぞ、ブッチャーの動きどうでしたか、ブッチャーがですね、集結しそうだ、勝ったらブッチャーの現在では白いタイツを今日は履いてるんですよね、あースキックですね、このところずっと黒だったのがですね、やっぱりブッチャーが限定に戻ったようですね、相手のムードもとつくんだ、あるいは黒のロングタイツも覚えてましたが、このまだブッチャーが優しいところ、初アイリーさんが全く同じですよね、ジャンピングリバット、誰にかけてるんですか、アブラのブッチャーでしたね、それはいわゆるリングネームを変えてアブラのブッチャーになりまして、そしてこの全日本プロレス
さあ、マイティーノが、なんとか、なんとか、レーズキバラ、ワンニー、次のベイント、ワンニー、さあ、チョンポを打っていく、チョンポを打っていく、一撃で返されてしまう、小川はもうフラフラ、小川はフラフラ、頑張った小川、しかし、後輩の分までマイティーノが頑張っている、投げたこのベテランの頑張りどうですか、頑張ってはいるんですけど、そのやっぱり肉の壁は大きいですね、足で、足で、やっぱり軽いが出てきてないですよね、体格的に高さ、軽いが一番ね、すごい迫力が。田植えもこの鎌田との連戦でついに土をつけました。場内が感動いたしました。田植え、さあ陸上は井上だ、井上とブッチャーだ、ブッチャーの喉元にブッチャーの肩を奪う地獄突き、いやチョップを持っていきました。マイティーの上であります。ご覧の状況だ。さあ地獄突き、田植えの、あっと試合にキックをかわして、キックをかわして地獄突き、今5分が経過しました。田植えさん、タウエのあの15のスコかわしましたね、ブッチャー。ベビーフェイスとね、金どっちだったかね、さすがであります。さあ今度は木原2に対してそうですか、エルボーを持っていきました、ね、タウエのこのリメイクして悪者になりました。リリーフェイスカバーだ。さあタウエ開けたカバーだ。あーっとカットン出てまいりました。でも今19歳でしょ、まだどうでしょう、ベストラインになると思えばやれんじゃないの。前ですね、かつてタッグを組んでましたからね、頑張れんじゃないの。やりたいなって本当に思うけども、楽な方、楽な方へと進みたかっちゃうね。この攻めがですね、9-9に進んじゃダメだぞ。もう、ちょっと一生懸命大会、復活相手ですよ。まあそのママさんが復活することは非常に嬉しいことなんですけどもね、ただ相手がちょっとあまりも悪すぎますね。さあ、突っ込んだぞ。こちらがジャイアンと木村ワンで中の動きもいいです。やはりワンは5年ぶりの来日、いや、2年ぶりの来日、素晴らしい。さあ、エンツリーは田植えも、田植えもやられているばかりではない。反撃をしていった。しかし親田のブッチャーはブッチャーが出てまいりました。ヘドバットであります。このブッチャー選手のアブドールでブッチャーです、はい、ババ選手とは因縁があるだけに6番にエルボードロップ、こういう試合になりますエルボードロップ大会、はい、皆さんの奇跡6番にってエンツリーギリギリエンツリーは倒れません。毒が出るんです。ブッチャーが落ちそうバラバラのショルダーアタックするナイフ瞬間に落ちた時はあるんですけどね、注目してもう一回。さあバイキンの選手頑張っております。今度はチョップをかわして空中戦、突きを持っていった。マイティーノ頑張り、すごい。しかしさすがの18番サマーソルト、何か弾き返されてしまいましたね。そうですね、お腹で逆にバントしてしまいましたね。さあ今度は井上翔が、あー小川ですね、先ほどのコールを返す、そのコール胸の当たりからもう地で止まっております。さあもう血も出てるのよ、地獄突き空手のポーズ、アブドールでぶっちゃ3人合わせましたよ、110キロ今のリサちゃんのようだもし馬場さんがこの下敷きになったらですよ、竹内さん大変なことになりますよ。いかに馬場さんでもこれは苦しいでしょうね。さあ今小川がこの下敷きになろうとしている、おっと合体のミートボールプレッシャーだ。さあ転がされると危ない、転がされると危ない、ジャイアンツボディースラムだ。さあこっちはジャイアンツキマラどっちなんだろう、ワンチャーが追って地獄ブッチャーやりかぶつき、あれがさあやるかもしれない、ロープに行った6番エルボーですか、エルボーの右を振って危ない危ない危ない、そこだエルボーの合わせない、今度はファウント3であります。見ましたエルダちゃん、アラスコボーが250キロエルボーだよ、ジャイアンツキマラ1、ジャイアンツキマラ2、驚きましたエルさん。日本チームの中にはタウエも入っていたんですけどもね、今日はそのタウエの良さがほとんどせない出ないままにやっぱりピッチャー軍団に翻弄されましたね。そしてまた小川木でまだまだジャイアンツはワンコピーのスピードを生かすことができませんでしたね。やはりこの肉体の壁といいますかね、